こんにちは。ワクチン接種推進担当大臣の堀内典子です。本日、国立感染症研究所の脇田所長とともにワクチンの3回目接種についてお話をしたいと思います。脇田所長、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。オミクロン株の感染が急速に拡大しております。脇田先生からオミクロン株への3回目接種の効果、そして安全性についてご説明いただけますでしょうか。オミクロン株に対しても3回目接種をすることで一定の効果があることが示されています。例えば昨年12月のイギリスの報告によれば、オミクロン株に対する1回目2回目の接種による発症予防効果はデルタ株と比べて著しく低下しますが、3回目の接種により回復することが示されています。また入院予防効果も一定程度低下しますが、発症予防効果と比べると保たれており、さらに3回目の接種をすることで入院予防効果が回復することも示されています。また3回目接種による副反応はいずれのワクチンも2回目と同様の症状が見られますが、モデルナ社のワクチンについては2回目と比べて発熱などの症状が少ないことが報告されています。感染や重症化を予防するために3回目接種を早く受けることが大切なんですね。ワクチンの種類にかかわらず早く打てる方を打っていただくことが必要かと思います。交互接種も重要だと思います。はい、3回目の接種では1回目2回目の接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、メッセンジャー RNA ワクチンであるファイザーまたはモデルナのワクチン、どちらのワクチンでも十分な効果と安全性が確認されています。米国、英国、ドイツ、フランスなどでは1回目2回目の接種で使用されたワクチンの種類にかかわらず、3回目の接種でメッセンジャー RNA ワクチンを推奨しております。脇田所長の交互接種の予定について伺いたいと思います。いかがでしょうか。はい、私自身は1回目2回目にファイザーを接種しました。3回目はファイザーでもモデルナでも早く打てる方のワクチンを打ちたいと思っております。その場合モデルナが早く打てそうであればモデルナを接種したいと思っています。先日岸田総理のメッセージの動画でもワクチンの種類よりもスピードを優先してほしいという言葉がございました。私も専門家の一人としてそのことを強く思っております。どちらのワクチンでも高い効果が確認されていますので、早く接種できるワクチンを接種していただくことをお勧めしています。私も早く打てる方で接種する予定です。おそらくモデルナになるかと思います。最後に国民の皆様方に向けて政府の取り組みなどをご案内します。今般のオミクロン株の感染拡大を受け、追加接種の接種間隔を前倒し、自治体と連携して接種のペースアップに取り組んでまいります。また接種券が届いたらワクチンの種類にかかわらずスピード優先で接種していただきたいと思います。2回目接種後に転居した方など対象であるにもかかわらず接種券が届かない場合、お住まいの市区町村にご相談ください。大切なご家族、小さいお子様、またはご高齢のご両親を感染から守るためにも、大切な仲間と感染の心配なく語らい合える日を迎えるためにも、そしてご自身のためにも3回目の接種よろしくお願いいたします。